花岡菊子は日本の女優である。出生名は立川行くよ。結婚後本名は松崎行くよ。1920年代末の小竹蒲田撮影所の喜劇女優として知られ、戦後は新東宝に所属、脇役俳優として映画に多く出演した。1910年9月11日、静岡県静岡市寺町に生まれる。 1933年版オール小畜俳優名館には、1911年9月1日出生との胸の記述が見られる。旧制小学校卒業後、旧制静岡聖火高等女学校に、進学、1928年3月、同校を卒業する。東京に移り、同年10月1日付で、小畜かま田撮影所に入社。 同年11月25日に公開されたサイレント映画飛行機花婿で映画界にデビューした。同作で主演した斉藤達夫とはコンビとなり、同じ佐々木爪次郎監督による珍客往来や裏町の大将清水博監督による村の王者等に主演、多くのコメディ映画に出演した。1929年1月、大幹部に鈴木伝明、幹部に 岡田時彦、高田実、結城一郎、斉藤達夫、達田静江、筑波幸子が昇進した時に山内光、何は優子、青山まり子、大川美智子、川崎広子、谷崎竜子と共に満18歳で準幹部に昇進した。同年8月1日に公開された清水博監督の陽気な歌に、助演、記録の上では、同作で初めて、 結城一郎と共演したことになる。1930年1月26日に公開された西尾義夫監督のスポーツ精神、同年2月8日に公開された佐々木常次郎監督の黒よりの花、同年2月22日に公開された清水博監督の更新在ありと立て続けに結城と共に主演、内氏は恋人役を演じた。 1933年8月24日に公開された清水博監督の旅根の夢に助演したのを最後に小竹下鴨撮影所へ移動時代劇に転校した。1935年初頭勇気持って下鴨に移動になり同年6月27日に公開された絹笠定之助監督の雪の上変化第一編で数年ぶりに共演している。 翌1936年9月に6歳上の俳優、結城一郎と結婚、その後、二男一女を設けた。1941年には夫婦ともども、小竹を退社した。一年ほどのブランクを経て、東京の東宝映画に移籍、1943年1月3日に公開された滝沢栄介監督の稲野勘太郎に出演している。以降、 第二次世界大戦終結後も、東方に所属した。終戦直後の1945年12月、東方の高瀬実情の一座に加わり、吉本工業直営の京都の八坂劇場で、舞台実演、花嫁入り機に出演した記録が残っている。1947年3月、東方葬儀から生まれた新東方映画製作所に参加。 同年5月6日に公開された同じく新東宝に参加した萩原良監督の大江戸の鬼や同年6月10日に公開された以降同社が倒産するまで同社に所属して脇役俳優を続けたその後は特別機動捜査隊等映画会社が制作するテレビ映画にも多く出演した満六6 9歳を迎えた1979年 松田映画社が制作した地獄の虫に夫婦ともども出演し、戦前以来の映画共演となった。1984年6月12日、死去した。万73歳没。夫の結城は、1988年9月15日、万84歳で死去した。白木屋の広告、左から辻栄子、花岡、宝光子、青春の夢今い塚ず出演時、 満22歳。左から花岡、江川腕をなさの中出演時、満22歳。左から花岡、安倍昭三郎。すべてクレジットは、出演である。公開日の右側には役名、及び、東京国立近代美術館、フィルムセンター、松田映画社所蔵等の上映用プリントの、現存状況についても記す。同センター等に所蔵されていないものは、 特に1940年代以前の作品については、ほぼ減存しないフィルムである。資料によって、タイトルの異なるものは併記した。特筆以外すべて制作は、松竹蒲田撮影所。すべて配給は、松竹キネマ。特筆以外すべてサイレント映画である。雪の上変化第一編のポスター。共演した、結城一郎と翌年結婚している。特筆以外すべて制作は、 松竹下下下も撮影所、すべて配給は、松竹キネマ、特筆以外すべてトーキーである。特筆以外すべて制作、配給は、東方、以降すべてトーキーである。除リン王のポスター、四谷階段のポスター、特筆以外すべて制作、配給は、新東方である。下記の通りである。テレビ映画も含む。ありがとうございます。